あ、畑中さん。いや、君たち来てくれたんだね。こうして対面するこの時を僕はどれほど待ち望んでいたか。龍石ずっと借りちゃっててごめんね。でももう用は済んだから。用？暗黒竜復活の儀式さ。龍石のおかげですでに十分なパフォーマーは集まり、儀式の時は間近。もう誰にも止められない。貴様がガーネフ。ダメだ、ヤシロ。畑中さんは操られている。まずはあの人を助けなきゃ。ああ、ごめん。そのことなんだけどね、葵くん。僕、操られてないから。君たちと一緒。ガーネフとは絆で結ばれたパートナー。そうだろ？利害の一致を絆と呼ぶのなら、そうなんだろうな。貴様！セクナ、小僧。さすがは剣地下帯のパフォーマー。これほどの力があればかような大魔術も思うがままい。あれは父さんの。畑中さん、あなたはどうしてガーネフなんかと手を組んだんだ。彼の野望、暗黒竜復活こそ僕が命がけでプロデュースするに値する究極のエンターテイメントだからさ。東京に降臨する暗黒竜、絶望する人々、颯爽と現れる正義の若者と異世界の騎士、この地球最後にして最高のエンターテイメントだろう。これこそが僕が見せたかったものだ。そんなのはエンターテイメントじゃない。畑中さん、あなたは間違っている。あなたは俺たちが止める。さすがはロードのマスター。それそれ、ぜひ止めてくれ。出ないと面白くならない。狂ってる。許せん。待つんだ、ヤシロ。行くなというのか、青い月。敵が、父の仇が目の前にいるというのに。ここまで来て黙って見ているしかできないのなら、俺は何のために力を磨いてきたのだ。教えてくれ、青い月。俺はどうすればいい。ヤシロ、俺は父の背中を追いかけてこの世界に進んだ。父と対等の立場で舞台に立ちたい。それがたった一つの夢だったんだ。ヤシロ、クソ、どうすれば俺に何ができる。この光は。仲間を思う強い意志がロードの資質を輝かせているんだ。考えなくてもお前ならわかるはずだ。これまでやってきたことをもう一度やればいい。イツキ、ヤシロの思いに今こそ応えるんだ。わかった、ヤシロ。お前の思いは俺が導く。なんだこの光は。ついちかおりのパフォーマン。これでは障壁を保って。
父さん。鶴見チカオの力を失った以上、やつ伏す。貴様の頼むでもこれまでだ。我らにはまだやるべきことが。そうだね。この展開は予想外だったよ。スケジュール変わっちゃうじゃん。時間稼ぎのためにこいつを置いていくけど、間違ってもこんなのにやられないこと。君たちの相手は暗黒竜なんだ。それじゃあお疲れ様です。いつき、必ず奴らを止めるぞ。了解。一か八かで。ファンタスティック、クローム直伝だ。さて、はじけ。続くわ。次は作ったわ。もう一つおまけ。どうぞ、行こう。せーの。手応えありそうだ。やってみねえとわからねえな。たぎるぜ。まずは俺、今だ。手伝って、次だ。もう一撃、今よ。絶対決めるね。今だよ。お安い御用だよ。覚悟はいい。これが交番だと。任せなさい。奪ったパフォーマー返してもらう。了解。はっ。遊んであげる。俺から行く。次、任せろ。スペアラン。足だって、この隙に。任せておけ。あとは任せた。私も行って。せーの。翼、合わせるぞ。飛べ、翼。行きます。もっと羽ばたけ、私。行くぞ。行け。私も。よろしく。お安い御用だよ。やったー。これで一区切りね。私の秘術、キリアだけに。この力、受け取って、翼。いいかしら。いいかしら。父親のことが好きだったんだな。偉大な父だった。父は俺の目標だ。役者。どんな人だったのかな。子供の俺から見てもだが、敵を討とう、命を捨ててまで社を生かした。俺は社のお父さんのことを知らない。だけど、そうだな。
もうこの世にいなくても、俺のうちにいる父を失望させたくはない。礼を言うぞ、青井月。ああ、そういや樹、暗黒竜のことなんだけど、さっき畑中さんはすでに暗黒竜。樹君、もし彼の言っていたことが本当。樹のところに戻ろう。今はここにいてもできるか。そうね、復活をと。樹、急いでブルームパレスへ戻ろう。そして絶対に、畑中さんは間違ってる。エンターテインメントか。その通りだ、青い。ありがとう、チキのおかげで。そうだったんだ、もう儀式は止められん。奴らの言葉が真実なら、すでに暗黒竜復活は防げない段階。もうどうにもならないのか。あ、でも竜石のかけらで記憶が戻れば何かわかるかもしれない。なるほど、今はそれにかける。うん、みんなちょっと待って。ああ、頼むよ。